はこちらのしめじとエリンギとまいたけを使ってきのこのチーズ焼きを作りたいなって思います。まず切ったきのこを耐熱ボウルに入れます。そしてここに塩コショウで、このチューブのニンニク入れます。で、この上にオリーブオイルかけます。レンジで2分ほどチンします。で、チンができたらこれをグラタン皿に入れます。で、入れたら次とろけるチーズかけます。粉チーズかけます。あとは5、6分オーブントースターで焼きたいと思います。はい、ということで今日はきのこのチーズ焼きを作りました。